あのこの週ね、この週の木曜日も実はちょっと施設みたいなところでライブさせてもらったんですけど、我々もちょっといろんなところで練習せないかということで公民館にお願いしたら休館日にもかかわらず開けていただけるということになりまして、で今日やってきました。私あの佐伯というんです、あの長谷さんのお隣に別荘っていうか、はい、まあ、そこで縁あって、そこで月に2回か3回来てるんですけど、皆さんにはお世話になってるんです。で、バンドを組んでこうやって演奏して歩く機会っていうのはとても大事でして、まあ練習って申し込んだんですけど、まあ、よかったら気に来てくださいってご案内したら、皆さんが気に来てくださって大変嬉しいです。ありがとうございます。で、昭和歌謡を主にやるバンドなんですけど、今日はちょっとオープニングは格調高くクラシックで、まずスタートをしたいと思います。みんなで、はい、じゃあお願いします。いや、佐伯さん、皆さん紹介してから、バンドメンバーはね、はい、曲が進んでから紹介します。ごめんなさい、はい、いらんこと言わんの。最初にちょっとメンバー紹介します。うちのこのバンドはグッチー&リチャッキーっていう名前のバンドなんです。グッチーはドラム。リチャッキーのリっていうのは今ピアノを弾いてくれたリリーさんの。で、リチャッキーのチャは、エレクトーンを弾いているチャカさん。キー最後のキーは佐伯のキーで、私大学に勤めとる時エッキーっていうあだ名をもらいまして、でそのキーを使って、グッチ&リ
ジャッキーっていう名前の番組をしています。で、次の曲からはもうあの昭和歌謡ですので、皆さんも知ってる歌あったらあの歌ってください。それからあの今日はもう練習も兼ねてますので、今日は演奏する歌の中でここであのボーカルで歌ってみたいという方がいらしたらどうぞ演奏しますので、あのここに書いてある歌詞カード配ってあるやつしかできないのはちょっと残念なんですけど、ぜひ歌ってもらえたらと思います。はい、じゃあ次の曲は時の流れに身を任せて。Thank you.
ありがとうございます。とってもノリのいい感じで、我々も楽しいです。テレサテンで、死ぬ内容、はい、じゃあ、今度は、ちゃんとリリーのボーカルをしますので、はい、聞いてください。歌える方はしてください。はい、虫を飼ってるような状態になってるんですけど、少しずつ自分の家で食べるくらいはできるようになりまして、ハゼさんにもいろいろ教わりながら頑張って作ってます。今年はね、ちょっと導入予算が出たりでなかったりしてるんですけど、それからうちの畑は雑草の畑か何で作ったらなんか分からないんですけど、まあ頑張ってやりたいと思います。次の歌はオーヤンフィーフィーさんのラブイズボーオーバー。一回ここで一緒に歌いますか。はい、はい、じゃあどうぞ。北川です。
JR 東日本かなんかのキャンペーンソングに、なっていました。日本の人口が1億2千万なので瞳の数が2億4千万で、まあ、旅行に行きましょうっていうこういうキャンペーンソングだったんですけど、これも結構アップテンポな曲で楽しい曲です。知ってる方は一緒に口ずさんでください。はい覚えてちょっと早すぎます、はい、あんまり早いと失敗するんですよちょっとやれる速さがあるのでごめんなさい。大丈夫ですか？はい、いきます。
この後はあのエンディングはエレクトロのソロでさっきちょっとリハーサルの時鳴らしてましたけどソーラン節の今風にアレンジしたソーラン節、ぜひ聴いてください。
これなかなかアップテンポでね、素晴らしい前の元気が出てあの歌ですね。あのここであの昔話をしてます。あるところにおじいさんとおばあさんがいました、ね、おばあさんは大変お菓子を作るのが上手で、あんこを作りました。娘さんがそのあんこを、町へ行って売っていました。あんこを売る、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 あんこを売る。ありがとうございます。ではあんこにお答えして皆さんの歌詞カードに津軽海峡冬景色が書いてあるんですけど、これはアンコールの曲です。もう終わりなんです。もう一時間が少ない。この後アンコールに2回だった。やった曲ならね、またできるし、この後、まあ、4時頃までここで自分たちの今まで練習してきた曲をまたやってますので、よかったらまあ聴いていただいて。聴いてます。はい、それじゃあ。素直だよ、聴いてます。
全然練習してないんですけど、あの昔ちょっとやったことのある For You って、うん、高橋の歌をリリーのボーカルを主に聴いてください。水野もなくても大丈夫、はい、本当に練習はしてなくてちょっとミスしたら許してくださいね。はい、始まりさんの旅です。